にゃんにゃんにゃん。パンホット？ここいなね。さっきさっきのところいなかった。もっと上に行った。なんでインドネシアの言葉で名前がついているかというと、ミンキはインドネシアのスマトラ島に住むスマトラトラだからです。皆さんスマトラトラ聞いたことありますか？今日は心強くうなずいている方が多くて、首振っている方もいますから、じゃあお話しましょう。トラにはいくつかの亜種があります。亜種というのは種類の下にもうちょっと細かい分類があるんですが、それが亜種で、例えばスマトラ島に住むのはスマトラトラ、あるいは電車ここ。Thank you.
ちょっと言うて優しく優しく。ありがとう、さようならしてこよう。もうダメだ。噛むんじゃない。またのご来園をお待ちしております。